に活力、オレンジパワー。三原町の皆様方、こんにちは。こんにちは。今日は本当に暑い土曜日の午後でございます。そんな貴重なお時間をいただきまして、もうなんか聞くところによると廃品回収をしおるとか、あるいは運動会をしおるとか、そういった地域の行事がたくさんある中で、このような貴重なお時間をいただきましたこと、まずもって心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。参議院議員の上松恵美子でございます。皆様方に国会に押し上げていただきまして、6年の間国会で仕事をさせていただき、もうほぼあと1ヶ月で任期満了となるところでございます。今日から数えまして40日後が公示と迫ってまいりました。先ほど出ないか、出ます出ます。先ほど皆様方のおかげをもちまして、高松市の事務所開きを済ませてまいりました。出ますか今今日学生さんも手伝いに来て、先ほど無事に、あれ無事じゃないですけど、先ほど多くの皆様方来ていただきまして、事務所開きが無事済みました。高松市の事務所の場所はキララの温泉のもうすぐ前の、いつもの植松事務所の1階と2階をもう空いてるとこ使っての事務所をさせていただいております。私自身今日350人の方たちがお集まりいただいての事務所開きでございましたけれども、お一人お一人、ああここで出会った人やな、ああ今日観音寺から来てくれとるな、ああ今日は佐野市からやな、ああ引田の方から来てくださっとるっていうふうに、お一人お一人の出会い、そして出会った場所、その時交わした言葉、そういったものから、ああ、あれから6年経ったな、いや9年経ったな、あるいは昨日出会ったのにもう来てくれるようになったんだ、そういうふうにお一人お一人の顔が見える事務所開きをさせていただいたことが感動であり誇りでもあります。いろんな職業の方が来てくださっておりました。農家をしおる方がマイクを持って、農家のことはわしが教えてやんよんじゃ上松には、そういうご挨拶をいただいたり、小さな企業を立ち上げて経営している若い経営者が、中小企業はこれ消費税上がったら会社がなくなるような、そんな大事なんですよと、そういう思いを僕は上松に託したいと、そういうふうに言っていただいた方もいました。また小豆島行きのフェリーでたまたま横になった人がカラーセラピストだったんです。当時わけのわからんオレンジ色のポスター作ったばっかりで、まあ評判が悪いポスターでございました。これはやめた方がええで、貼ったらこれ落ちるでと言われたポスターを抱え持って悩みながら小豆島に行っている最中に、そのカラーの専門家の人たちとたまたま横になった時、そのポスターを見ていただいて、これいいじゃないの、どうせやったら着る服からもう何から車から全部オレンジにするべきよと提言してくださった9年前の出会いの方も、今日はマイクを持って応援をいただきました。四国でたった一人の女性議員になった上松をもう一度国会に押し上げて仕事をしてもらわにかんのやという強い熱い熱弁を振っていただいた女性の方もいました。私自身生活者の代弁者として国会に行かせていただいているんだということを改めて今日実感をし、あと残すところ40日、植松自身マイクを持ったとき、死ぬ気で頑張りますと、死ぬ気で皆さんの絆を信じて頑張らせていただきたい、そのようにご挨拶をさせていただきました。40日とプラス17日の公示期間、死んでもいい、そんな思いで前例のない挑戦、全力のない選挙戦へと突入していきたいと思っております。かつて私6年間この中で本当に歴史的にありえないという経験をした6年であったと思っております。この国には政権交代は頑張っても言うことはできても起こるわけがないと実は思っていた国民の皆さんが大勢いる中で、6年間の間2度も
政権交代を議員として経験をさせていただきました。野党だった人が与党になって、3年と3ヶ月政権を預かり、そしてまた野党になっている、そんな経験をした議員としては、野党を経験した与党、与党を経験した野党がもうこれ以上国会で批判をし合って、足を引っ張り合って、この国の発展があるんかという境地に陥ったのが、その無所属離党届を出した最後の最後の決断でございました。先輩方、私ずっと予算委員会6年座らせていただいておりましたが、昨日まで大臣席に座っとった人が質問に立って野党になったからといって、今の安倍内閣の重箱の隅をつついて、だったらあなたは昨日まで大臣であった時にこの国の方向性を見出し、実行力を出し、そして責任を取れるような発言と行動を起こしてきたんだと、たとえ先輩にでもそう言いたいというぐらい、やはり立場が変わってももうこの国をしばらく預かっとったという責任からは逃れられんのやという思いがありました。それが最後離党届を出したその私の思いでございます。その前の4日前、2月の18日予算委員会で60分間テレビ中継入りで質問に立たせていただきました。安倍内閣に対するアベノミクス補正予算についての質問でございました。もちろん生中継でございますが、中継を見逃した人が後でネットで YouTube で流れておりますのをアクセスして見ることができます。コンピューター上で今でも見ることができるんですけれども、今日現在で全国から12万件のいわゆる YouTube のアクセスがある予算委員会の質問とならせていただいております。全国からその YouTube の質問を見て応援のメールもたくさんいただいております。でこの予算委員会の質問60分続くんですけれども、こういったやり取りの中で先ほども申し上げましたけれども、今の安倍内閣、全てが全て素晴らしいとも思っていなければ、全てが全てダメだとも思っていない。やはり今の安倍内閣をただ批判するだけでなくて、地方の実情をしっかりと国会で述べていく、あるいはこの国の次の将来をどうあるべきかというビジョンをしっかりと提案していく、そういった植松恵美子でありたいと思っております。アベノミクス、為替、金融、経済、そして株高、いろんな意味で株が上がったけ儲かった人が高いもん買ってマンションこうだとか、あるいは高級な腕時計こうだとか、そういったことが新聞に取り出されて、日本の景気を何をちゃうかと思ったら、あっという間に1100円以上どんどん株が下がって、なんかアベノミクス危ないに違うかという不安感も出てきている。ただ言えることは、円安と株高によっていずれにせよ私たち生活者にとって景気の回復感、実感というのは湧いてこないというのが、私は地方の代弁者が言うべき国会での発言だと思っております。円安によってまず燃料が上がりました。そして8月から四国電力電気料金 10% 上がる予定でございます。とうとう食べるものも上がり始めました。わかりやすいのはバナナです。バナナは輸入品でございますから、5本で98円で売っとったもんが最近高かったら158円にまでなっている。安くても138円。物価上昇率 2% を目指して、全部の商品が 2% 目指して、物価上昇が 2% になるんだったら、インフレデフレから脱却してインフレ傾向になって日本の景気は上向いてくるんだというのがアベノミクスでございましたけれども、実際に物価上昇率 2% を目指すのであれば、全ての品目が 2% ずつ上がっていくわけではございません。よーく上がるもんもあれば下がるもんもあるわけです。それを平均しておしなべたら 2% になる。じゃあ総理に聞きました。どういったものが上がりやすくて、どういったものは上がらないか想定しているんですか。おそらく分かっていてもテレビ入りでございます、国民の前でよう言いませんでした。やってみなければわからないですよ、そういうものは。しかしながら、これまでの例を見ると、食料品は2割から3割、20、30% 値上がりします。
先ほどのバナナの例をとってもそのぐらい上がってきたなっていう実感があります。そして燃料代とあと電気料金、医療費も上がる予定でございます。そういった生活必需品が20から30上がっていくのが物価上昇率 2%。 なぜならば自動車とか家電製品といったものは価格競争が国際的に非常に厳しい商品なんかは新しいものが出たらすぐ値段が下がるんですね。ですからそういったものをおしなべると 2% を維持するためには生活必需品がどんどんと上がっていく。だけど給料は上がらない。お客様からいただく料金もなかなか価格転嫁ができない。だから私はその上に消費税がもう1年を切りました。来年の4月なんです。今5月ですけど 8% になる。再来年が 10% になる。1年半のうちの2回の消費税増税、こんなことが本当に地方で耐えれると思うんですか、野田さん、安倍さんだったわけでございます。国会に行ってよう分かりました。6年間仕事をいたしましたけれども、衆議院と参議院合わせて722名の議員が仕事をしております。しかしながら前職、議員になる前のどんな職業に就いとったかということあまり意識したことはございませんでしたけれども、社会保障と税の一体改革、いわゆる消費税増税法案、集中審議でテレビが入って100時間衆議院と参議院で議論されておりました。その中で最後の最後になって私は政調会長の桜井先生に呼び出されまして、植松君、中小企業者の立場に立って消費税についての質問を野田総理に1時間やってもらえないかと言われました。急にでした。なんでそんな急に言うんですか。60分。そしたら、いや今ものすごくクレームの電話が党の方に入ってきているんだと。なぜかというと何十時間言うて議論したけれども、マクロの経済はようけ言うてくれよもええけれども、中小企業で働きよるもんとか中小企業の経営者の立場で質問したんだ、一人もないんじゃないかと言われている。そうだから植松お前が立ってくれというわけです。他にもよくよくでしょ、そんな質問する人ぐらいって言った時に、見渡してみろ、民主党の参議院、中小企業で働きよったことがある人、そこで経営をしよったことがある人、お前だけじゃと言われたんですね。その時はたと気がつきました。確かに国会に722名の議員がおりますけれども、大きな会社のエリート社員だった人、そして官僚さんよくおります、元何省出身という方たくさんおります。女性の方、ローカルの地元のアナウンサーの人がよくおります。夕方のニュースを毎日読みよったら顔と名前を覚えてもらえて、で今度国政選挙に手を挙げたらすぐ名前書いてもらえて受かってくる人が多いんです、女の人の場合。そういった方たちが国会での議論に多くの声を上げているけれども、小さな企業で働きよった人たちの声が国会に届いていない。そら消費税 8%10% いっぺんに 10% 上げてほしいわという声さえ上がっているぐらい、2回上がるということは小さな経営者にとってはものすごく大きな負担であり、価格転嫁をしてお客さんからお金をもらえることはできないと 67% の社長さんが答えております。 10% 分の消費税を自分たちが吸収していかないかん、こういった現状を国会で言える人がなかなか言えないというのは、これはおかしいなと思いました。価格転嫁できない、どうしますか。当時答えてくれたのが岡田克也副総理、イオスの息子ですよね。イオンの息子が言います。そんなことが、ね、あの消費税分値引いてくれいうような会社とか取引があったらいかんから、公正取引委員会におった OB たちを集めて G 面作っていろんなところに聞き取り調査に出しますから大丈夫ですって言うんですね。何を読んですか。1997年 3% から 5% に消費税が増税された時、同じように G 面が聞き取り調査して全国でそれで摘発されたのたったの7件ですよ。ほとんどの人たちが経営者は、まあ、下請けですからね、上を摘発するわけにいかんですよ。我慢して我慢して経営努力によって消費税を吸収してきたという事実さえあなたたちには分
からないのかという思いもございました。批判をしょるわけではありませんが、私自身実体経済の中で生まれながらにして育ってまいりました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私は生まれも育ちも高松市でございまして、生まれた時からクレーン屋を親がやんでおりました。これがクレーンです。昔のクレーンですよ。今の時こんなんあったらすごいですよ。地元多田の鉄工所、今の多田野さんにうちの父親が技術者として勤めておりましたが、27歳の時に辞めて独立をしました。このクレーンを一つ買って、そして運転手で父親がこのクレーンを操り、そして母親はしょうがないの、もうサラリーマン乗ってくれた方がよかったのにと言いながら、仕方がないので事務所で電話番をした。その時にお腹におったのが私でございますから、生まれた時からもう親が商売で忙しくて、なかなか面倒を見てくれませんでした。お兄ちゃんと後で生まれた弟と、もう男3人やろと言われてたんですけど、3人兄弟が事務所の横で宿題しもって、兄弟喧嘩しもって、それで車庫で遊んでおりました。で、まあ、こうやってクレーンの上に登ったり降りたりするから、もうドロドロですよ、真っ黒になってました。自転車でクレーンとクレーンの間を遊びながら、運転手さんがどういう時危ないぞって言われながら、そういった子供時代を過ごしてまいりました。もう運転手さんに育ててもろた、そんな植松恵美子でございました。ところが大学を卒業した時、バブルの絶頂期、日本の経済は湧き上がっておりましたけれども、建設現場で働く人たちのことを 3K という職業だとテレビが言おった、新聞に書いとった、みんなが言おったわけではありません。ところがそれを読んだ人、 3K って何やと、汚い、きつい、危険な仕事やから、若い人たちがなかなかその職業に就きたくないと言い始めた。当時清水建設大手ゼネコンさえも今和の京志郎のCM を流して、お父さん地図に残る仕事を誇りに思うというコマーシャルさえ作って、山本関西に作業着をデザインしてもらいよった、そんな時代が 3K と言われた私たち工事現場で働きよった者に対しての言葉でございました。なんてことを書くんじゃと思いました。だって家族のように一緒に育ててもらった人たち、そういった人たちのことをそういうふうに言われるのは心外どころか憤りでございましたので、当時男女雇用機会均等法ができて、それまで男の人しかクレーンの免許は取れなかったんですけれども、女の人にも解禁されましたので、大学卒業して移動式クレーンの免許と大型特殊車両の免許を取って、クレーンに実際に乗って現場に一挙にいました。へったくそなクレーンのオペレーターだったんですね。でも四国で初めての女性のクレーンオペレーターで、工事現場でほんまに働きおったんは一人やったと思います。ペーパードライバーで免許証取るのが流行りよったけれども、実際に3時と10時かな、缶コーヒー一緒に飲みながら、ありがとうございます、まあ現場で働くのは簡単のことは、もう夏は暑い、冬は寒い、雨の日は休もう、そんな仕事をしながら一緒に働いてまいりました。トイレを見れば職業の歴史がわかるなと思います。私が行くような現場や言うたら、長いことある現場ではありません。今日だけ石つってくれとか、今日だけ高いとこ物持って行ってくれよ現場ですから、まずトイレがないです。女性が来るように想定してないんで、トイレを仮設トイレを作ってないんですよね。国会に行ってようわかりました。男女のトイレ丸中みたいに並んで作られておりません。もちろん並んでるところもありますが、バラバラについております。よく考えてみれば、職業の歴史はトイレでわかります。女性はもともと参政権もなかった、女の人がまさか議員になって国会で仕事をする想定外のことでありましたので、男性トイレがほとんどよーけ作られて、後から女性トイレ空いたとこ空いたとこ作られておりますので、今でもバラバラについているのが今の国会議事堂でございます。で、そのようにして私もクレーンに乗りよったんですけれども、時代が動けば民間企業は自分で自助努力をして生き残っていかにかん、これは皆さんも同じ思いで、これまでいろんなことを試していろんなことをして生活をされてきたと思いますが、バブルは崩壊しました。
森総理の時から公共工事は2割から3割削減すると発表されて、文字通りクレーンが動かないようになりました。あれだけ動いとってクレーンの運転手がおらんかったのに、今度は仕事がなくなったわけです。なんとか生き抜いていかにかんいうことで、2年かかってそういろいろと構想を練りまして、少子高齢化の時代に生き抜くためには高齢者の皆さんにサービスができる、そして女がクレーン乗りよったって一つも上手にならんのやったら、女性であること、女性の視点で見た経営をしてみたいという思いで、クレーンの車庫をのけて今度はお風呂屋さんを作ったのが今のキララというお風呂で、もう12年目になると思っております。この仕事をしてまたいろんな勉強をさせていただきました。朝の6時から深夜の2時まで営業してます。深夜の2時から朝までは掃除に入ります。24時間どっかでスイッチを切るより入れっぱなしにしとった方がランニングコストが安くつくということで、ずっと24時間動かしていくんですけれども、問題はそんな時間帯、深夜とか早朝に働きに来てくれる女性とか男性がほんまにおるんかいなというのが疑問に思うはずでございます。実際募集をしてみましたら、深夜に働く人、若い女性が結構おるんです。もちろん私が面接します。なんであなたは働こうと思うんですか、その時間に。子どもの教育費が心配やから貯めといてやりたい、家のローンがだんだん落ちんようになってきた、お父さんがリストラに会いそう、給料が下がり始めた、だから私は働きたい。なぜ深夜に働くか。小さな子どもさんを保育園に昼間預けたら保育料が高うていかん、だったら自分が子どもの面倒を見て、夜お父さんが帰ってきたらお父さんに子供を預けて自分が働きに出る、家族が支え合って生活を営んでいる、あるいは昼間トラックを乗っております。しかしなかなか荷物が動かようになり始めました。給料が上がりません。だからダブルワークです。新聞とかで見たことあると思いますが、2つ目の職業として本業と別にアルバイトを深夜させてほしい。もちろん毎日しょったら体がもたん、休みの前の前日深夜まで働かせてほしい。そうやって一緒に働いてまいりました。時間給800円が夜中に働いたら1200円まで上がる、正月から働いたら年末年始の特別の時給をもらえる、だから働こうと言って一緒に私と働いてくれる人たちのその生活を共にしながら、当時私が思ったのは、高松の三ポートに150億をかけて埋め立てをして、150億をかけてビルを作って観光地にするといった、そして300億かけたビルが建っている時を見た時、完成間近でございました。私たち100円200円大事にして商売させてもらうて納税して、まさかその300億円でほんまに観光地の拠点とは到底ならん。だったら若い人たちが子供をもっと預けやすいような制度を入れたり、あるいはもっと働きやすい場所を作るためのお金を、なんで予算をつけてくれないんだという思いが強くなってしまった。正月年末年始休まずに働いてほっと一息ついた時、テレビのニュースが流れておりました。立派な背広を着て立派なホテルで乾杯をしているシーン、御霊界の部分、御霊界の政治家たちと御霊界がテレビに映って、彼らで今年の香川の経済について相談し語り合いましたという部分を見た時に、夜中に子供を置いて働くという人の意見がそこに反映されるか、あるいはもう一つ本業と別にアルバイトに出て仕事をしおる人たちの思いがその政治家たちに伝わっとるかと、一瞬にしてテレビのニュースを見た時に答えはノーやなと思ったのが、この世界に足を踏み入れたきっかけであり、また神様は意地悪でございました。その1週間後だったと思いますが、民衆党からの出馬要請がございました。もちろん断ることはできました。しかしながら2週間悩んで出馬をしますと言ったのが36学の時であったのを皆さんはご存知だと思っております。まあ言うたらむちゃくちゃですよ。クレーン乗りよって古屋のおばさんが政治経験もないのに、親戚に政治家もおらんのに、香川県全部が選挙区やという広い参議院選挙になんじゃない36歳の女の人が野党から出馬した。これは笑うわね。
ようけ笑われました。今でも笑われるんですけれども、まあそういった時代を皆さんと一緒に香川県で作らせていただいたのかなと思います。笑われた通り最初は脱線をいたしまして、そして3年かけて10万人の方たちのお話を聞き握手をし、そして39の時に初当選をさせていただきました。8時に投票箱が閉まり、8時5分日本で一番早く国会へと送り届けていただいたのが香川県民の皆様のおかげでございました。あれから6年間ずっと予算委員会に座らせていただいております。最初国会に行った時、大臣の答弁がお経を読むように何読むかさっぱりわからん、日本語として理解はできるけど腹がわからん、何が言いたくてこういう表現をするかわからない。昼間ずっと8時間その答弁を聞きながら、終わってから部屋に帰って官僚とかあるいは図書館とかそういった人の調査室を呼び出して勉強が始まって深夜まで勉強する、そして週末は地元に帰って地元のいろんなイベントに出る。1年を過ぎた時、気がついたらここに10円ハゲなら小さいんですけど500円ハゲができておりました。それが政治家としてスタートを切った1年でございました。6年経って私自身、この国がなぜ疲弊しているか、行き詰まっているかということを一生懸命総理大臣に話をしてまいりました。安倍さんと野田さん、都市格好が4に取るから政党は違いますけれども、好きな映画は一緒でした。朝から晩まで一緒に予算委員会おったら、総理大臣はじめどの大臣の好きな好みとかそういう話が答弁の間でやっぱり出てきます。三丁目という日という映画がお二人とも好きでした。昭和33年頃を背景にして東京タワーを今と早かと作っている時代です。高度成長期、日本の経済はどーっと右肩上がり、昨日よりも今日、今日よりも明日、絶対に経済が上向く、ほっといても経済が上向く、そんな成長期にもう一度日本を戻したいと安倍さんも野田さんも同じように予算委員会で答弁されました。私はそれができないんだということをまず政治家も国民も一度きちっと負に落とさなければならないということを申し上げてまいりました。昭和33年頃の日本人は元気でした。若かったんです。国民の平均年齢は27歳、そしてあれから半世紀経って東京スカイツリーができたこの翌年、今の国民の平均年齢は45歳になりました。これは世界で最も高齢な国になったわけでございます。そんなこと言うとも EU 諸国結構成熟しとるやろ、それでも38歳から40歳です。アメリカ36歳、中国が28歳、あの頃の若かりし頃の日本と同じ時代を今生きている諸外国はインドネシアとベトナムでございます。ベトナムに3年前行きました。元気ですよ。オートバイ3人乗りですよ。なんで法律がいる人も知らんのですけど、2人と違う、3人乗ってうわーって移動しようんですね。車がないからですよ。車があったら車に3人4人乗れるけど、オートバイに3人乗って動ける。彼らは思いよるはずです。お父さんいつか儲けて車買おうな、よっしゃ分かっとる、一緒に働こうな、そんな国で、そんな時代です。周りには炊飯器や冷蔵庫やあるいはテレビが大事そうに並べて売られている。お父さんうちの家にも家電製品揃えたいね、そう思って働いているのが今のベトナムであり、かつての日本であった。そんな時代は買うもんが容器あるけ国が元気なんです。ところが政治は、私も国家に行かせていただいて一番最初の総理大臣は安倍総理でした。その次が福田さん、次が麻生さん、政権交代して鳩山さん、菅さん、野田さん、また政権交代して安倍さん、やっと言いました、間違わずに江戸みたいなんです。ぐるーっと6年間で一回りしてまいりました。政権が変わろうが、内閣総理大臣が変わろうが、リーマンショックから日本を立て直す経済対策に必ず出てくるのが自動車産業と家電製品をどうやって売るかです。エコポイントをいつもつけるんです。自動車を買ったらエコポイントつきますよ、家電製品にエコポイントつけますよ、住宅
エコポイントつけますよ、これをつけるから国民の皆さん買うてくださいという政策でありますけれども、だけど車ももうあるで、家に家電製品もメガもせんのに無理には買わんで、買い替える方がエコでないわと私自身予算委員会に臨みながらずっとそれを思い寄りました。なんで新しいこの国に産業を作ろうとしないんだろうか、自分自身が食べていけんようになったらクレーン屋から風呂屋にでも転職するように、この国に新しい全く新しい産業を作っていったら次の世代が食べて生き残れるのに、それが私が6年かかって各総理に提案してきた成長戦略であります。スタチンという薬がございます。高脂血症に効く薬だそうです。カタカナでスタチンって言うから日本製品ではないものでございますけれども、そのスタチン最初見つけて治験を進めたのは遠藤明博士日本人です。途中で厚労省が前例がないからこれ以上治験を進めるのはやめてくださいと言ってストップをかけました。当たり前です、新商品、新しい製品、新しい薬だから前例があるわけがない。ところが役人は前例のあることは恐ろしがります。ストップがかかりました。遠藤博士は諦めきれずにアメリカの2人の博士にこの研究を引き継ぎました。ブラウン博士とゴールドスタイン博士、この2人の博士が最後まで制約をしてスタチンという薬が売り出されたわけです。1日世界中の人が薬を飲みます。4000万人がこの投与しております。この薬を1年間の売り上げが3兆円です。そしてその上ゴールドスタイン博士とブラウン博士はこの分野でノーベル賞を受賞しました。皆さんこの話を聞いてどう感じますか。私はこれと全く同じ話を NHK の中継で野田さんに話しました。野田さん、あなたは国のリーダーとしてこの話を聞いてあなたはどう思いますか。もったいない話ですねって野田さんが言いました。いや、もったいないは誰でも分かる話やと。国のリーダーは最高権力者ですから、それを何とかできる立場にあるのが野田さん、あなたですよと。だったら二度とこういうことが起こらないように次措置をしていくこと、そして新しい産業としてこの医療の分野をきちんとメイドインジャパンとして売り出せる体制を予算をつけて、あるいは規制を緩和して作っていって新しい産業として生み出していくのが政治家であり国の権力者のやるべきことではないですか。国の最高権力者が消費税増税法案に主眼を置くと国民は不幸になりますよと申し上げました。私はそれが主眼に置いてるわけではないですとは言おりましたけれども、医療の分野をメイドインジャパンで最後まで作れるようにすれば年間今1兆円ずつ医療費が伸びていますけれども、メイドインジャパンであるならば内需が膨らみます。家電は買わんようになったけれども薬は絶対に飲むからメイドインジャパン売れていきます。そして今この分野は貿易赤字1兆7000億円なんです。研究者はたくさん日本人優秀なのがおるけれども、なかなか日本で最後まで作らせてもらえないので海外に流出して海外で製品化し、それを逆輸入して日本で使っている。だから医療費が伸びていっても内需が膨らまないのであれば、内需が膨らむように自分のところで作れる体制を作ったらどうやというのが私の提案でございました。菅総理、この提案全く興味はなかったです。野田総理、その話をテレビ入りでしましたら総理官邸にガンガンで国民から電話が鳴ったそうです。やってほしい。そしてようやく腰が浮いて野田政権下の末期でございましたけれども、再生戦略で経済復活、薬事法改正にも言及。これは予算委員会に質問してものすごくクレームが来たと。でその後に分かった、動き始めようと言って1週間か10日だったと思いますが、その後に発表されました。このことは野田総理自らも植松の質問の後、むちゃくちゃ要求電話がかかってきたぞというふうに総理官邸に入ったそうです。それでようやく動き出しました。それを引き継いでいるのが今の安倍総理の成長戦略であります。安倍総理にもたくさん提案をさせていただいておりますが、動くのであれば
何総理であろうがこの国の発展のために動いてもらいたいという思いがあります。2月の18日先ほどの予算委員会のビデオの中でもこの成長戦略、医療品と医薬品を位置づけるべきだということを申し上げました。その4日後でした。私が離党した日にたまたまなったんですけれども、安倍総理も医療戦略室設置を発表、この国に新しい産業を植えなければなりません。そしてこれが本当に先ほど言ったような日本で作れて日本から世界で売れるようになるならば、今後日本が一番年上の国ですが、アメリカや中国、そしてインド、ベトナムもお年寄りをたくさん抱える高齢化社会、10年、20年、30年したら必ず迎えます。その時に子や孫の世代は自動車も売るんだけれども、薬も売る国として日本から外に輸出産業としてこの薬を売り始める。そうすることで子供や孫の世代に食べていける種を今植えとかんかったらいかんのだということを私はずっと申し上げて生かしていただきたいと思います。麻生さんに言いました。なんでこれだけ高齢化が来るんだったら、98も空港を作るんだったら、アジアの拠点の空港一つぐらいは大きなの作っとったら、今労働人口が減ってもほっといてもお金が日本に集まってくるんだったでしょう。なぜ公共工事、お金使ったらダメは言わんけれども、将来のことを考えてなぜ作っておいてくれなかったのと思うと残念だと、そういった時に麻生さんがいい質問ですねとおっしゃったわけであります。党利党略を超えてこの国の将来のために思う、その政治家の心さえあれば党は超えてでも国は動いていくと私は思っております。エネルギー政策についてこの間2月18日安倍さんに提案しました。 4% しかエネルギー生産できないこの国が本当に強い国なのか、憲法改正と国防軍をもって真に強い国にはなれませんよ。だったらエネルギー生産をきちっとできるぐらいの体制は作りませんかと申し上げました。オーラン中オキトリウムという藻がございます。ご存知の方はたくさんいらっしゃると思いますが、こんな藻です。いわゆる海藻みたいな藻です。これから油が取れる研究が日本で進み始めております。もうすでにアメリカではかつて1000億円の予算をつけて藻から油を作って、いわゆるトウモロコシからエタノールができるように藻からガソリンができます。今この藻から作ったガソリンを入れて飛行機飛ばす実験を今アメリカで始まっております。その研究、日本の研究者はすごいんです。それの10分の1しか予算をもらえてなかったのに10倍油が取れる研究が完成しつつあります。もうすでにアメリカから引き抜きに来ております。研究者がそこで、私は危ないですよ安倍総理、日本で生産できる体制に入りませんか。休耕田が今田んぼでもう農家が作るもんがない、若手が作ったって米作ったってほんまに困る量言うんだったら新しいもん作ったらいいんじゃないですかと、米以外も作りましょうよ。休耕田で藻を作る、39万ヘクタールと言われる休耕田のたった 5% 本当に藻を生産して油が作るという研究が完成すれば、日本が1年間輸入している石油の量と同じものを田んぼで作ることができるという計算上できます。で、その話を2月の18日先日いたしました。もうすでに石巻市で始まりました。そしてここですね、仙台でも実用化に向けての研究が始まりました。石垣島でもこの研究は始まって会社関係の株が20倍に今上がっております。だから夢じゃない、私はこういったとんでもないやろそれって言うかもしれませんけれども、私たち一人一人の国民だったらできないかもしれないけど、政治がここを動かしたらできるようになるんやということを、私は6年かけて国会で予算委員会でずっと申し上げてまいりました。権力を持っとるのになぜ動かないか、それは官僚政治がずっと実は続いているからなんです。官僚は言います、
前例がございません、新しいことの出発に必ず前例がございませんと言ってストップをかけます。だから安倍さんに言いました、政治家の決断と実行力、そして失敗した時は責任を我々が取ればいいという覚悟があるかと。そうしなければ成長戦略は成功しないからです。アベノミクス、金融政策、財政政策、これは簡単です。正直最後の3つ目の矢、成長戦略、これが成功しなければただ借金を膨らまして終わってしまう。だから3つ目の矢に私は新しい研究、新しい産業をどんどんと吹き入れていきたいと思っております。動いてくれる内閣のためであれば私は惜しまない、そう思って最後の質問に立ったのが2月の18日でございました。前例のない時代を生きていこうとしているのに、まだ前例を探そうとしている政治を変えていきたいと私上松恵美子は思っております。そして2期目、上松何したいんや、できるならこういった研究全部東北に持っていかれよるなっていうのをお気づきやと思いませんか。復興のためにいろんな産業、最新の技術すべて東北に持っていっています。もちろん復旧復興はこの国の最優先課題であることは構いません。ただ私は10年15年すれば四国がかわいそうなことになると恐れているわけであります。四国に新しい産業を持ち帰りたい、そして旧耕田で田んぼの跡継ぎがおらんというなら新しいものを作って、そしてこれを経由するためにはプラントも必要です。公共工事も発注することができます。そして若い人たちが仕事をする場所も作ることができます。地方に新しい産業を持ち帰らなければ、今まで通りもう過疎化が過疎化がとお経のように何十回唱えてもこの国の地方は変わらないと私は思っております。そういった国民の生活感、金銭感覚、そして起業家の精神というものを国会に持ち込んでいきたい、それが私上松恵美子でありたいというその思いで2期目を望ませていただきたいと思っております。大変長時間になりましたけれども、まずは私のこの国会での仕事、そして2期目どういうものを目指しているかをお聞き届けいただきました。長時間ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。Thank you.